ござりまするが、はい、その前にいくつか注意事項がござります。はい、松井殿よろしゅう。松井さん、それでは拙者の方からいくつか注意事項を案内させていただきまする。まず一つ目、この先の特別見学通路、階段や坂道をござりまするゆえ、左側通行で足元十分にお気をつけくださりませ。二つ目、本日は平日により門がこちらの南門しか開いておりませぬ。出られる際はこの南門まで戻ってこられるようよろしくお願いいたします。はい、最後に3つ目、お客様の安全確保にあたり係の者の指示に従っていただくようよろしくお願いいたします。以上のことを踏まえ、熊本城観光を存分とお楽しみくださりませ。ありがとうございます。乗っ取らんことな我々。あ、そうですね。まだ自己紹介で。そうじゃな、わしは肥前国大村藩初代藩主大村義明にござりまする。おお。筆頭家老、松井沖永と申しまする。筆頭家老、偉い人だ。そしては小西家家臣にして後の加藤家家臣、南条元清と申しまする。よろしくお願いいたします。では開門の儀取り行ってまいる。わしがいざ開門と申したら、皆様の拳を天高く突き上げてくださります。はい、よろしくお願いいたします。では皆様の拳のご準備よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では参る、熊本城特別公開、いざ開門。おー、ご苦労様です。すごい、開門することができました。前ウィーケンじゃねえからちょっと待って、すぐ入れない。遊園わー、すごい。チケットをお持ちの方は各自それぞれ持って、この先すごい込みがござります。はい、これ切るのも時間かな。ゆえに皆様お手元にご準備の上、すごいくださりませ。姫、ありがとうございます。工事の様子が書かれてる。はい、違う通路が渡り廊下。奥の窓。買った方800円。はい。え？はい。はい。はい。行きます。はい。あ、ガイドブック。この橋すげえな。プラス構造。さあ行こう。まず上がるんだね、これね。武将が説明してくれた。よいしょ。おお、どんどん上がっていく。安全に天守閣に行けるように作ってくれたんだな。よいしょ。左側通行だぜ。あ、左側。よいしょ。よいしょ。上がった。うーわー、ぶっ壊れてるよ。基礎がなくなってる。土台から上しかねえ。桜も綺麗。よし、写真。石垣が崩落して土台で止まってるんだ。おー、これが市内の景色。こっち、あ、すげえ木だなこれ。土台で止まってんだ。桜綺麗。桜が綺麗だよ。壁がビリビリ破れてる。桜が綺麗だこれ。どうこれ、熊本城の桜。ちょっと記念写真だ。あ、天守が見える。桜と天守。まだ時間かかるね、修理ね。あー、ここ、うわ、立派だ。ぶっ壊れてるね。これ一日でこんなに壊れちゃったな。この先、我々熊本城おもてなし武将隊がこの特別見学通路から見える少しばかり見どころを解説いたしまする。ぜひともお時間があるという方は我々のお話にお付き合いお願いいたします。はい、はい、重いんだろうな。では南条殿、あ、よろしゅう。さあ、それでは皆様方、はい、これより、拙者から説明をいたしますので、はい、聞きたいという方は拙者のところまでお越しくださりませ。はい、どうぞこちらまで。はい、続いて、はい、はい、はい、お時間ないという方はもう遠慮なくお進みくださりませ。はい、わあ、皆様方、拙者の後方にございます、あちらにクレーン車が立っております。あちらに本来
飯田丸五階櫓という櫓がござりました。あったんだ。拙者と同じ加藤家家臣の飯田角兵衛殿が管理しとった櫓があったわけにござる。そちらの手前に写真がございます。このように震災の時には石垣のこの内部まで崩れ落ちてしまうほどの震災にござった。この住石3基積みに、なっておりまする。この3基積みによって、この強固な造りになっておるわけにございまする。加藤清正公のこの石垣造りの強さが、逆に言えばこの分かるという、造りになっておるわけにございまする。故にこちら、全国的にも奇跡の一本石垣と言われておった、この飯田丸五階櫓にござる。でこちらが、今現在は石垣積み、そして、その後はこの飯田丸を、復旧していく、工程になっておるわけにございます。また数年後には、こちらの飯田丸がまた見れますので、よかったら皆様方この飯田丸を、復旧していく姿を見ていただければと思う次第にございます。でまたこの飯田丸、五階櫓のこの復旧過程が、あちらの、三幸坂というところございます。三幸坂から、見ることが可能と相なっておりますので、よかったら帰りの際にそちらの方も見ていただければと思う次第にございまする。さあそれでは、これよりは、こちらの下の景色、こちらを大村義明公から説明、いたしたいと思いまする。では大村様、はいはいはい、お願いいたします。そしてこの奥の方へと近づいて下を見てください。さあこちらは連続マス型と申して、直角に曲がる通路が幾度にもつながっておる方ら、このように縄が出がっておりまする。何故加藤清正殿このような作りをしたかと申しますると、敵軍が天守閣に行く際通るのがこの通路でございます。故に直角に曲げられてしまいますると、曲がり角にもしかしたら敵がいるかもしれないという風になって、敵の進軍の速さを読めるといった効果がございます。そしてもちろん上にはこの石垣の上には櫓が立っておりました。故にその櫓から鉄砲や弓を放つことができ、一網打尽にすることができたというふうに言われております。そしてこの石段の階段の方にも秘密がございまして、はい、こちらやはり一段一段高さや幅が異なるわけでございますので、故に大変登りづらい階段と相なっております。さてひともこの難攻不落の名所がたくさん詰まっておる熊本城、さあ石垣にも秘密がございます。この石垣、なんといっても屈強な武者が上に登れば登るほど返されてしまうということから、武者返しというふうに名前がついております。そしてこの石垣、少しばかり歴史が、はい、作り方も変わってくるということで、こちら二王の石垣の説明と入っていきます。はい、ぜひとも次はこちら側の熊本城天守閣側の桜の方へと近づいてくださりませ、では松井殿よろしゅう。承知いたしました、はい、さあそれでは皆様方、手前の方に傾斜の違う石垣が2つ並んでおるところござりまする。皆様方から向かって右側のこっちとこっちだ、傾斜が緩やかな方から始まっておる石垣、こちらは熊本城初代城主加藤清正公の時代に作られた石垣と言われておりまする。そして向かって左側、傾斜が急から始まっておる方の石垣、こちらは細川忠広様、拙者の主君である細川忠広様の時代に作られた石垣と言われておりましたが、後の研究により加藤清正公のご子息、息子にあたる加藤忠広様の時代に作られた石垣と言われるようになりました。よってこの石垣、それぞれ作られた時代が違うのでござりまする。何故このように実際の違う石垣が2つ並ぶ形になったのかと申しますると、この上に立っておりまする本丸御殿、こちらはお殿様が日常生活や熊本の政治を行った場所にござりまするが、この本丸御殿を拡張するためにこの石垣も拡張する必要があったため、それぞれ時代の違う石垣が並ぶ形になったのでござりまする。そしてこの場所、仁王の石垣、そしてその上の本丸御殿、はい、さらに奥の天守閣、こちらを一度に撮影できる絶好の撮影場所となっておりますればと思います。さあそれでは我らこの先に、はい、行こう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 、お時間あるという方は我らある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 、足を運びいただければと思います。
石で、引っ張っております。頬杖がついてる、うん、でこちらの、まあ、平櫓、まあ、櫓というものは我々の、時代はこの甲冑であったり武器を収めておいた、まあ、倉庫にござるな、でこちらにござります、はい、でこちらも復旧が進んでいきますとこちらの櫓群も、復旧家庭に入りますので皆様方こちらの方も写真撮っていただければと思います。やぐら、この時は道が痛いなという方はエレベーターの方ご利用くださりませ。ありがたい、ご説明してくれて。